日本新潟県新潟市中央区岩井町市区長は新潟県新潟市中央区の地名。定番を持たない単独町名であり、住居表示未実施区域。郵便番号は951-8074。品川河口付近左岸を占める古町2の下手に、当たる下町と呼ばれる旧市街地の一角であり、住宅地が大半を占める。東で浮津町、西で元岩井町。 南で横七番町通り、北で琴吹町と隣接する。元岩井町から浮須町へ抜ける120メートルほどの一方通行道路を中心とした市街地である。東端付近の定時路から伸びる道は琴吹工事と呼ばれる。付近の土地は信濃川の土砂堆積によって江戸時代にできた定地であり、江戸期はじめには須崎町と呼ばれた町の外れであった。 今日は元年の絵図には、町の南方を走る熊谷工事に新須崎町の名が見える。法歴10年、長岡藩は、官方2年に長岡から新潟に移転してきた元随寺へ、付近一帯の土地を与えた。元随寺は、車両の一部を町人へ貸し出し、ここで、岩井町の原型が形成された。寺の土地に住む者は、門前名古と呼ばれ、 港が近かったためか漁師等の船上下業を制御とする住人が多かった。1879年から新潟区、1889年からは新潟市の一部となった。2018年1月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。